今日の漫画を他にいろいろ紹介しようかな。あのね、どっからやっていこうかな。さっきの島本先生つながりでですね、島本和彦名作ということでですね、今日はですね、もう本当はねダヴィンチ提供で漫画屋というのをやるんだったら最新作やってくれとか、できればデジタル系の、なんだろう、ネットで見れる漫画をやってくれというふうに言われて、で僕ははいはいと答えながらですね、もう大嘘ついてですね、今回取り上げるのはこれです、島本和彦先生、逆境ないんですね、すごくいいですよこれ。あのね、逆境ナインはね、島本和彦先生自身も自分の一番の作品というふうに言ってるんだよね。まあだから今はもちろん青い炎というふうに言ってるし、あとは人によってはやっぱ燃えよペン吠えよペンがすごく好きな人がいるんだけども、僕が思うにやっぱ島本和彦の魅力、面白さが全て入った漫画っていうのはこの逆境ナインですよ。で、逆境ナインはあのなんだろうね、いきなりこうドン、逆境とはっていうふうなところでこう始まるんだけども、自分の思い通りにならないことを言うというふうなことで、主人公はですね、野球部の部長なんだよね。で、逆境とはって来て、次のページで校長室に行って、で、不屈闘士野球部キャプテン入りますって言って、校長が出てきたらバンとめくったら廃部だっていうようなことで逆境とはというのでですね、いきなり連載の第一話のつかみが、もうみんなも見たですね、そのなんだろうな、青い炎の頃の島本和彦、炎燃えるの漫画のスピード感、いわゆる定番をやろうとしてるんだよ。だから島本和彦先生だけでなくて、多分あらゆる漫画はデビュー作の頃はまだ自分の文法って確立してないから、さっきのさ、デッサンの模写っていうのもあったんだけども、漫画の模写をやっちゃうんだよね。すでにある漫画、面白い漫画を自分なりに写して小回りしたらこういうふうになるというふうなことで、自分のリズムが出てないと。でもこの逆境ナインの島本和彦はついにもう自分のリズムを掴んで、いきなり大駒でガーッと主人公が現れて、野球部キャプテン不屈闘士入ります、廃部だって言ったらドーンって吹っ飛ばされて、そしてナレーション、つまり作者自身の声で、逆境とは自分の思い通りのならない状況のことを言うっていう、ドカーンと入ってくるというふうなところから来ると。で、そこでお話が散々転換して、で、ふっふっふ校長というふうなことで、何かこう目が生き返って何か言おうとしてるわけだよね。で、この校長室には甲子園の優勝旗がありませんね、俺たちがって言って、いやってこう黙ってしまうと。で、ナレーションで、この男は今大きな風呂敷を広げようとしているっていうだがその風呂敷はあまりにも大きいという、漫画ではありえないようなナレーションが入って、で、風呂敷をバッと広げた絵があって、で、校長、この隅にでっかい優勝旗が欲しいと思いませんかという展開になるというですね。で、このあとだんだんと段取りセリフがこういうふうにあった後でですね、すいませんね、見せられなくてですね、第1話がザーッとあるんだ。で、ザーッとあって、で、最後の方でですね、そう、もうお分かりである、この男こそ本編の主人公である、君たちの夢を叶えてくれる不屈の闘志を持つ男、それがこいつ、その名も不屈闘志だっていうですね、これでね、第1話だよ。もうね、なんていうか、バカなのは分かってんだ。この作者がバカなのは別に今に始まったことではなく、時は1980年大阪芸大の頃からバカだったんだけども、こんなかっこいい漫画描いてくれるんだよ。で、こんなかっこいい漫画を描いた後のこいつのまたね、ダメっぷりがいいんだよね。あのね、しくじり先生でこの間見た、あのオリエンタルラジオが先生役で出てきて、なんだろうな、芸人さんとかいろんな人が、こんな風に私はしくじったとかダメだったと、で、皆さん私のようにならないでくださいというようなことで、第1回第2回のゲストがオリラジだったんだ。で、それでオリラジが、俺たちは天狗になりました、で、天狗っていうのはどういう風になってどんなように落ちていくのかっていうのを言ったんだけども、もうこの逆境ナインから次の無謀キャプテンへの流れ、これがね、本当にね、天になったダメになったっていう流れ。俺これね、島本先生が今この、ま、番組を見てても多分ね、あのパソコンの前で強くうなずいてくれてると思う逆境ナインの島本和彦はあまりに天才だったんで、あまりに天才で自分が描きたい漫画って何が分かると。だって
まあ、野球もちろんするし彼スポーツできるからさできるんだけども、もともと野球漫画とかを描きたい人ではないし、どちらかというとコメディとかさ SF とかが描きたくて漫画家になった人なんだよ。その人が自分には絶対向いてないと思う、そのいわゆるあれだよねなんだろうな、野球漫画っていう苦手なジャンルの正統的なスポーツ根性ものを描き尽くして、ああ俺はどんな漫画でも描けるんだ、じゃあというふうなことで始めたのが無謀キャプテンで、これどれくらい無謀かっていうと、毎回毎回ね連載で、連載の後ろの最後のページは編集者との漫才が入ってるんだけども、先生今回こんなところで終わったけど大丈夫ですかって、考えてないけど大丈夫だという、これで、ね、何かというと少年ジャンプの車田正美漫画は2週間先までの展開しか考えないんだって。とりあえず今回面白ければ来週なんとかなると、で来週なんとか思いついて、もう再来週絶対無理だと思ったら1週間悩んだらなんとかなるっていう方式なんだそうだよ。ただそれは何だろうな、一流の大学を出た少年ジャンプの編集者と、あとはその車田正美っていうだね、最終的には何だろうな、不条理なことを書こうとも、いわゆる何だろう、ヤンキーの力で絵で押し返すような人がだったらできることなんだ。で島本和彦ってちょっと見には絵見たら元気ヤンキー力押しに見えるんだけど、実はすごい繊細でクレバーな作家なんだよ。だから論理性をすごい大事にする男だから、そんなことができるはずがないのに無謀キャプテンっていうのを始めた。で無謀キャプテンっていうのは第1話墓穴を掘る男で、すごいよあのねさっきと同じように、あの主人公と登場するときに、もうお分かりだろう、この男こそあの僕たちの主人公みたいなのはあるんだけども、こいつはですね墓穴を掘るんだ、つまり、自分で自分を逆境に追い込んじゃうんだ。逆境ないっていうのは逆境が向こうから来てそれを乗り越える話なんだけども、無謀キャプテンっていうのは自分から無理な無謀なことをしてすごく苦しむっていう今考えたらおいおい島本やめとけと、なんで誰も止めなかったのかなんだけども、もう第1話の俺の一番好きなセリフはもうここだよね、自分の補欠、これね友達に言うんだよ、自分の墓穴ぐらい自分で掘れなくてどうする、自分で掘るのが怖いのか、一体誰に掘ってもらうつもりだっていうことで、もうね墓穴を掘ることが当たり前になったんだけども、墓穴を掘るってのはやっちゃいけないっていう意味で使うんであって、俺は今まで数限りなく自らの墓穴を掘り、そしてそれを飛び越えてきたっていう最初から掘らなきゃいいんだよっていうかっこいいでしょ、かっこいいんだけども、これねこの全2巻で、全2巻は作者ももう二度と思い出したくないというぐらい、途中で宇宙人が出てきてロボットが出てきてっていう完全にダメな話になっていって、漫画全体がこの無謀キャプテンという漫画を書くのと同時に、作者自身も自分が翌週書けないラストシーン、翌月書けないラストシーン書いて、毎月毎月なんで先月こんな墓穴を掘ってしまったんだって思いながら書く漫画っていうね、作者の生き様の実体験漫画だったんだよ。で実体験漫画が成功すりゃよかったんだけども、見事にすっ転んじゃったっていういい漫画なのでですね、ぜひ島本和彦ファンの人はですね、無謀キャプテンですね、あとはまあ当たり前だけど逆境ないんだね、逆境ないってあの本当にいい漫画だよ。だからあのぜひ読んでみてください。僕はあの、BS 漫画やわでですね、島本和彦あの取り上げるときにあの燃えろペンになったんだよね。でそれはまあね、あの漫画やわっていろんな人が読むじゃん。で夏目房之助さんがやっぱりお年を召してるということと、そんなことない、石川純と同い年だからそんな年取ってるわけじゃないんだけど、まあ、お年召してるというふうなことと、他に仕事がいっぱいあるということで、あまりシリーズものの長いの読みたくない、で燃えよペンだったら一冊だからこれはいいやというふうなことで選ばれたんだけど、僕としてはやっぱりね、あの島本和彦語るんだったらば燃えろペンよりは本当はね逆境ないんでやりたかったなと思うぐらいいい漫画なのでですね、ぜひ皆さん読んでください。ここまで何分だ、まあもう30分近くいっちゃったね。チャレンジャーってどうなのかな、あいや志本先生ね、代表作となりかけた漫画はすごく多いんだよね。あのどの漫画にもやっぱり全力投球するから、でも僕はやっぱり島本和彦語るんだったらもう一番最初期の炎の転校生で逆境ない
で逆境9から大滑りした無謀キャプテンで、そのループから復活した燃えよペンで、最新作の青い炎というのが島本漫画の読み方だと思う。だからそこまでをクリアした上で、あとは何読むのか個人の自由だと思います。